失礼しますお着陣をお持ちしましたああありがとうございますあら何をされてるんですか本を買い取ります本あら作家さんだったんですね道りでなんだか雰囲気があると思うとりましたああどうももうここに泊まられてから2週間ぐらいになりますか筆は進んでますかああやはり自然に囲まれたこの土地で書くといい作品ができそうですそうですか良かったですあそうだよかったら読みますかえいいんですかええ、一般の方の意見も聞いてみたいのでねそんな貴重な ありがとうございます。では読ませていただきます。正直な感想を言ってくださいね。はい。えー、どれどれ茶畜の俺が転生したら最強だった剣。異世界ラノベだったんかい。異世界転生系のラノベの作家やったんかい。え自然あふれる旅館に執筆のために泊まりに来て、異世界系のラノベの作家がい来んな、こんなとこ。こういうとこに来ていいのは小説家だけや。別にラノベの作家が悪いとかじゃない。こういうとこに来るのが悪い。 んだこんなとこことどうでしょうかあ、えー、まだタイトルしか見てませんでして。ああ、実はタイトルはすごく悩みましてね。もう一つの候補が異世界に転生してチート最強能力を手に入れたこの俺らが社畜の経験を生かし頑張ることにしました。これとどっちにするか一週間悩みましたよ。何で悩んでんねん一週間もどっちでもええわどっちでももう一週やからようあるタイトルや異世界をノがガノベでよくありそうだよいっぱい拾ってきて集めたやろそんなタイトル一分で思いつけ どこに時間使ってんるじゃあ、読んでください。あ、はい、読ませていただきます。えー、社畜のこの俺だ。いつも社畜で、俺は、何のために生きてるのか、わからない。そんなことを考えていたら、トラックに惹かれました。そして、目が覚めたら、異世界に、そして、チート能力を手に入れた。俺は、つまり最強。まずはゴブリンに試しに、戦ってみる。ゴブリンは一発で倒せる。小指一つで。そして、スライムとも戦ってみる。小指一つで倒せた。これは俺は、最強の主人公になれたかもしれない。ここで俺は、頑張るぞ。 私この旅館で作家さんが書いてましたってみんなに言いたいけど情けなくて言われへんわ帰ってくれどうですか帰ってくださいすいませんあなたを止めることはできませんえな何でですかあなたのような人が書いたってこの旅館で書いたって恥ずかしいからえそんな僕はいずれ売れっ子作家になるんですよなりませんあなたもういろんな人が書いてきた作品の寄せ集めたのを書いただけの寄せ集めのやつですもう見飽きましたからこういうのは多分誰も求めてないまあ、逆に新しいかもね